大好評企画ショーツについて語ろう。大バズりです。カメラを見てください。はい。そこ注意ちゃうね。モニターがねちょっと動きまして、すいません、目線がチラチラいっちゃうかもしれない、はい、今日はショーツがね、うん、本当に大バズりしちゃって、まあ1日とかを見たら日本で一番じゃないですか。いやマジでそう、全然そうっすよ、ね、再生数だけなら日本で一番の可能性はマジである。その日で言ったらね、うん、まあ、ヒカキンとかを見てみたら、ヒカキンの一番伸びた動画 1.2 億回みたいな意味わからん、ね、意味わからんのありましたけど、今の今で1800万回再生されてるんですよ、はい、1個の動画で言ったらナースケ、アクトレを超えてます。すごいね。だってナースケとアクトレのショーツで一番伸びとるのが、そのアクトレが500万ぐらいかな、うん、ナースケが700万ぐらい。そうやったね。次のクラファン、わけわかんないことしましょう、僕らも。100万出しましょう。ああ、1日で、うん。ナースケを超えたってことは150万でいいですね。ああ、確かに。うん、倍以上ですね。そうそうそう。いけるいけるいける。いける。うん、そう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 。合宿とかね。デートとかやろうやろう、うん。断食遠距離合宿ね。でもいろいろ混ざっとる。いろいろ混ざっとるわ、まあね、でも、うん、本当あれ、カメラマンがね、うん、いつもこう、言ってくるわけですよ、うん、もうやばいぞ、やばいこと、この動画すごくねとか、うん、結構言ってくるけん、うん、もうもはや狼少年状態です、うん、まあ、あ、はいはいみたいな、うん、そうで年始ぐらいやったかな、うん、だから年始ぐらいに LINE 来て、うん、この動画やばくねみたいな、うん、来て、ああまた来た来たと思って、うん、まあ今ちょうど伸びてますし、そうそうそう、伸びてましたしね、もともと年末、あ、まあデイリー10万とかいったんかなみたいな、うん、まあすごいけど、まあ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 、うん、ああよかったねっていうぐらいで、いつも終わるぐらいの、まあすごいけど平均よりは上だけどぐらいだったのが、うん、まあね、本当にすごい。その日がなんか直近48時間で100万再生とか言っとって、うん、はぁってなっとって、うん、言ったらでも今の今は直近48時間で1000万再生ですよ、うん、どういうこと。トータルでも行ったことなかったの今まで。直近48時間でそうだけど100万再生でもう全然落ちると思ったよ、うんうん、なのになんかずっと伸びに伸び続けて、すごいっすよね本当に。今トータル何ぼや、1000、さっき1800万ぐらい、もしかしたら今見たら900万ぐらいいっとるかもしれん。えぐないですかこれ、マジ2000万は硬いじゃないですか、もう絶対いくじゃないですか。すごいっすよね。マジですごい、うん、本当になんでっていうそのほんとになんでですよね。まあ海外に受けてるだけは分かるね、うん、そうそうですね、海外で、まあ、コメント欄を見る限りね、うん、やっぱ市場が一気にその1億2000万から78億になっちゃったというまあそうやね、うん、そういうことですね。それは10倍20倍になるわ、うん、ただなんでかが知りたいんですよ。まあね、やっぱなんで何がいいのかっていうね、いやっていうのと、うん、なんでそこの海外の人に表示されるようになったのかとか、うん、ああそうそう、マジで普通に気にならないですか。そうだね、別に僕ら海外向けにね、英語字幕つけとるとか、うん、そういうことをしてるわけでもない。もしかしてあの PPAP と一緒でジャスティン・ビーバーがうちのこの動画をどっかで紹介したとかっていう可能性ないですか。それでめちゃめちゃ流行ったとか、その可能性ないか。その弱小バージョンあるよね。誰かその、なんかちょっとしたインフルエンサーみたいなのが、海外のなんか10万人ぐらいのね、うん、そうそうそう、インフルエンサーみたいな人がやった可能性ある、ね、そいつそれでやるとしたらなんか、え、なんでなんでこの動画を選んだっていう、そうそうそう、もしそのね、うん、ツイートとかインスタとか、うん、それの元があるなら知りたい、ね、知りたいっすよね、うん、本当にどういう風に紹介したんだ。だって本当に世界中ですもんね、なんていうの、英語なんなら英語とか少ないぐらいじゃないですか。そうそうそう、なんか本当に中国語とロシア語と、なんかハングルと、まあ、ハングルもあるし、よく読めない系ですよね。そうそうそう、アラビア系、あ、そうそう、アラビア語かとかも結構あって、うん、本当に謎っすよね。でおもろい。で、結構やっぱこれは本当に、うん、まあライブでもちょろって言ったけど、うん、マッチョは海外ならウケるしみたいな、うん、海外ならモテるみたいなこと言うやつおるじゃん、うん、はいはいはい、アメリカじゃなくて海外っていう、うん、海外っていうくくり広がって思うけど、うん、ちゃんと1割2割はキモみたいな、うん、ばっかりよ。ばっかりで、まあ、それでもやっぱ海外でもそのメハートみたいなのありましたよね。そう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 、どっち、まあモテるのもあるけど、うん、嫌われるのもある。まあアメリカ、韓国とかなんじゃないんですか、その筋肉がもてはやされるのって。あ、そうなんかね、うん、だと思いますけどね。 そうなんだ、うん、じゃないですかね、その、うん、ちょっとまあ人種というか、僕のイメージではね、そう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 、なんかな気はしますけどね、分からんけど、まあ、でもそれでも、はい、そのさっきも言いましたけど、うん、高評価率を見たら、そう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 、その90を切るぐらい、まあ、うん、悪くはないですよね、約9割ぐらいが高評価だから、うん、そう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 、まあね、どうしても否定的なコメントって結構目につきやすいけどね。そう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 。で、この海外のよくある反応、うん、ゲロマークみたいな、うん、みたいな、
あれの、あれだけのコメントとかも結構あって、うん、うんことかね、うん、うんこもあった、うん、うんこなかったでしたっけ、あ、うんこはちょっと覚えてない、あ、ホガン持ったまだバットマークあ、そうそうそう、バットマークとか、そう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 、で言語がもう分からんから、分かんないですね、そう、僕はあんま見てないけど、こんがりが各国のいろんな悪口、あ、いろんな言語で悪口が書かれてるみたいな、うん、あ、なんか翻訳したいなと思って、日本語に翻訳できるときとコメント欄で、そのまま日本語に翻訳できるときとできないときがあるんですよね、あるある、スラングすぎて翻訳できないみたいな、あ、そういうことか、言語として認識されてないってこととかあるかもしれない、ね、不思議なのが、その、まあ、その動画が伸びるっていうのはまあ分かるんですけど、うん、まあ、分からんけど、その、まあ、伸びましたと、一つの動画、はい、で、ちゃんとその、登録者数は増えてるじゃないですか、あ、そうそうそう、多分、今これを見てる人気づいてないですよ、伸びてることに、あ、多分、ね、大半の人がね、うちのすごいファンはこう、あ、伸びてるとか思ってくれとるやろうけど、うん、あの知らんだろうけど、本当に年末がなんぼでした、僕ら 5.5 ぐらい、 5.56 ですよね、うん、今なんぼですか、約9万人です、うん、どういうことうちなんかそんな動画出したっけみたいな8月の動画でこんなに伸びるっていうね、しかもさっきそれアナリティクス見たら、はい、あの動画で 3.5 万人増えたなんか今までの苦労何みたいなあの動画どうやって撮ったかっていうと、本当にあれですよね、みんなでボディービルの大会のために日焼け行こう言うて、そうそうそう、行って、まあ、ちょっとたまにね、休憩があったら海で遊んだりとかしとって、そう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 、で、ショーツなんか撮ろうぜって言って、うん、なんか携帯でね、そうそう、携帯で、本当にこんなカメラやるのよそうそうそう、携帯で僕が適当に撮っただけ、マッチョがこれで出てきたらおもろいんちゃうんぐらいの感じで、そう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 、だからまあ、なんか一応ね、うん、なんでバズったかっていうのは、うん、まあ、マッチョっていうのが、まあ、そもそもどの世界に行っても、まあ、まあ少ない、まあ言ってもね、あの一般世界に、うん、僕らレベルだと今言え、うん、世界的に見たら、世界考えてもそうか、うん、考えてないよ、考えてないけど、その理由をね、後付けで考えるとしたらよ、うん、したらなんか、まあマッチョっていうのは結構、うん、漫画の中の世界のものっていう認識はやっぱどこに行っても一緒なんかなとか、まあ、トップの 10% ぐらいに入ってるんかもしれないですね、このレベルで、まあ世界のね、うん、全然それはあると思う、うん、だってジムに行っとるっつってもね、アメリカの人だって基本デブばっかり、まあ確かにそのアメリカでもそうでしたね、アメリカ行ってもマッチョだったじゃん、ちゃんとマッチョだって、うん、筋トレまだちょうど3年目ぐらい、そうですね、3年目ぐらい、うん、とかでもちゃんとマッチョだったでしょ、その中でもアメリカでも、まあその実数はね、あの人たちわけわかんないみたいな感じしますけど、うん、まあ、ボコボコ感で言ったら全然悪くない方だったと思うんで、うんうん、見た目がかっこいいマッチョかみたいな、ボディビル基準で見た時のかっこいいマッチョではあったわけでしょ、うん、ジムに行っても結構上位ぐらいでしょ、ね、うん、そうっていうのが結構ね、そういう意味でまあ自信も持ってよって話でもあるんだけど、なんかだからそれがなんか漫画みたいで、うん、漫画というかゲームの最初のキャラ選択みたいで、はい、面白いと海外にも受けたのかって思いたい、分かんないですよね、分かんない、それそもそも受けてんのかっていうね、見られてるってことは、見られては、まあすごいバカにされてる可能性もありますけど、あるある、嘲笑の対象みたいな、ね、あるある、うん、もう言語読めんから読めないですよ日本語が分かって海外のそのなんていうでしょう、情勢に詳しい人、うん、説明してほしいです、あ、そうやねなんで伸びてんだって、ね、これはね、本当にコメントちょっと多くなってほしいな、この動画でも普通に、うん、なんでっていうその正直その僕ら的にも別におもろいかっていうと別にその、うん、あのふふっていうやつじゃないですか、そのそうそうそう、あのうわこれめっちゃいい動画できたわっていうそのとんでもないいい動画ができたとは思ってないですよね、思ってない、そう、本当に小ネタというか、そうで、これバズるぞとも思ってないですよね、うん、まあ5万再生ぐらいかな、うん、まあショーツだしっていうね、うん、そうそうそう、短い動画だから、ショーツだからまあいろいろやってみようっていう期間だったもんね、あれは、うん、もう本当にファンの人がどれを選ぶかという、ね、そうそうそう、誰が好きですか、うん、そうそうそう、会員さん一人混ぜてるけど気づきますかそうそうそう、そのくらいでしたもんね、そう大丈夫なの会員さん、いや全然、あ、ほんまよあいつね、あれでもストーリー載せてましたよ、なんかわけわからんこと、あ、そっかそっか、インスタの、そうそう、やっぱ自分が出てるけんね、嬉しい、嬉しい、でも嬉しいと思いますよ、なんかね、そうやね、喜んでると、うん、すっげえ忘れとったけど、エンターじゃなくて、ね、そうや、あいつ、ただのうちの会員だったから大学4年生の、そう、海まで連れてってっつって、車で連れてってもらって、そう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 大丈夫な、それ就活に大丈夫か、泣いて取り消されんかなでもあいつあれだから、あの、泣いあね、言ったよね、面接、最終面接、そうか、筋肉アピールであるか、そう、一応、
さらに箔がついたじゃないですか。そうそうそう。そうそう、僕が出てる動画が、そう、なんか2000万再生ぐらいいってんすよね。ああ、これ入社式の話できましたね。ああ、入社式。ほんまや。ああ、よかったよかった。ほんまや。あいつ絶対ヒーローになるじゃん。オリエンテーションでなんか自己紹介しろみたいなあるじゃないですか。そうそうそう、ちょっとこの動画見てください。これ僕です。再生数見てください。ああ、すごいんじゃないですか。あいつ感謝しろよ。いいっすね。そうっすね。お前感謝しろ。初任給の4分の1欲しいっす。あいつめっちゃ親孝行なやつだから。そうっすね。絶対親に初任給は飯を奢る。奢りますね。そういうタイプ。なるほど。いやでもな、本当に。すげえな。だって面接でね、タンクトップで行ったんよ、ゴールドジムの。そうそうそう、はあの一丁らで来いっていうのが最終面接だって、うん、で、ゴールドジムの紐タンクで行った、うん、グレーの。そう、原さんのお下がりでしたね。そうそうそう、一丁らで来い、一丁らで来いって言われて、うん、僕は筋肉ですって言って行ったら、うん、受かった。そうまあでもなんだかんだ受けますもんね、筋肉。あ、そう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 、なんか来たぞって。そうそうそう、ちゃんとまあ癖のあるやつだったね。そうやね。まあそういう話ですよね。そうですね。語ることは別にないですよね。特にないです。すごいよねっていう、意味わかんないよねしか言えないですよね。だから僕言いたいよこれでね、コメントも結構来ると思うし、はい、ちょっと最後まで見てくれるかなっていうのもあって、うん、あの10万人にまあ多分行きます、うん、そろそろ、うん、あのわかんないです。まあ行く予定。わかんないけど、まあ運も実力のうちということで、ね、うんうん、あのお祝いしていただきたいです。うん、あのしていただきたいというか、うん、なんか10万人記念動画をやっぱ作りたいんで、うん、何がいいかなみたいな、もし案があればコメントいただきたい、うん、僕らもなんかちょっと過酷なやつやってみようかなとか、うん、面白いやつやってみようかなとか、うん、まあいつも通り飯食いながら喋ってみようかなとか、うん、そういう案はある程度あるんですけど、うん、ちょっとねコメントでいただけると、ああそんなんもあったかっていうのがねあると思うんで、なんかこんな10万人いたとかじゃなくて10万人いっちゃったっていうなかなかないですよ。いっちゃったなかなかないですよ。だって年内かけて必要とやったけど、あ、そうそうそう、今年のだから牛丼スクワットバズってくれ。あんなちょっとポージングしただけやん。全然ストレスないよ。牛丼スクワットしんどかったから。てかビリビリプロテインとかもね、世界に受けないんですかね。そのついでに見てバズってほしいですよね。あ、確かに、あれさ、後から字幕入れるんかいね、英語の。てか字幕なくてもいいと思うんですよね。あ、そうか、うん、別にその見てさえくれれば、まあまあ確かに確かに、うん、見てくれさえすれば、うんうん、まあ、できると思うよ、あの YouTube の字幕機能で、うん、ちょっとね、あれはちょっとやってもいいかなとは思うけど、あれもだって世界的に見ても、うん、電気流してみたいなのは受けないんですかね。うん、僕はおもろいと思ってほしい。アメリカンな感じじゃないですか。まあまあ確かにね。確かに確かに。コメディーって感じですよね、その、うんうんうん、あれね、あれついでにねバズってくれたんだけど、ね、いかんせんね、あれしか伸びてないんだよ別に。本当になんかあれにつられて他のも伸びとるとかがね、うん、別にないですね、全くない。他は結構いつも通り、うん、次にそう直近48時間で伸びとるのが1000万の次が5万とかなんよ、いつも通りなんよ。あ、それは普通のショーツが、普通のショーツが5万とか言っとって、ああこれ今伸びとんやーぐらい、ね、別に関係ないですね。マジでなんで伸びた、本当に。本当に意味わかんない。あとだけ急上昇に乗らないんだねっていうね。あ、そうっすね。そう、急上昇前なんだったっけな、公開 1,2 時間で20万再生されたやつが急上昇2に乗ったことがあったんですけど、来た時ね、あ、そう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 、が20万再生バーっていって急上昇乗ったけど、うん、今はね、ほんとそんなそんなレベルじゃないから、うん、1時間で何十万再生されたやって話だから、今の一番多い時で ね、でもね、そう、昔の動画だからかなっていうね、まあ、それも知っとる適用外なんでしょうね多分ね、うん、あと日本で再生されてないから説。あ、そうだ、あれ日本の急上昇だ。そうだ、だって全部そうじゃないですか。あ、そうそうだそうだ。あ、じゃあ、じゃあ、あ、じゃあそれじゃん。あ、そういうことか。え、じゃあ逆にその例えばタイのとか見れたりするんですかね。その言語が多いところ見て、なんかじゃあエジプトのとかって見れたりするんですかね。分からんけど、もしかしたらさ、うん、どっかでそういうことになったのかもしれんね。なんすかね。どっかの国で急上昇に乗って、そっからさらに見て、その説あるかもしれんな。それに言ったらさ、前乗ったそのジムに可愛い子が来た時のやつ、急上昇乗ってから別に伸びんかったよね。そうですね。なんかあれ、そっから普通の伸びですよね。そうそうそう。なんかね、難しいね、YouTube って、ね、わかんないっすね。急上昇乗ったところで感あるよね。もしかしたら僕とか、まあ今坊主だからあれかもしれないですけど、突然そのなんか東南アジアとかに旅行した時にもうキャーってなる可能性がありますよね。え、あの、2番目の人や、2番目の人みたいな。はい、あの YouTube の見たってなる可能性はありますよね。2番目の、うん、あのめちゃめちゃ大バズりしたあれみたいな可能性あるな。怖いな、どこの国やろう。怖くないわ。まあ可能性としてはないやろ。でもな、そういうこういうのをねコンスタントに出し続けてしまえば、
そうだから本当にそのジュニアね、うん、今日本で一番登録者の多い YouTuber はジュニアっていうね、うん、あの人ですけど、あの人はもうそうね、日本人喋らないですからね、喋らないから誰も知らんもんね、ほぼね、誰も知らんことないけど、多分ヒカキンとか思ってる人いるでしょ一番、うん、ヒカキンはじめ社長だと思ってるよね、うん、みんなね、ジュニアです、誰やねんっていうそう、だけどはじめ社長とかもなんかライブかなんかで言ってたっぽいですね、なんかもうジュニアっていうのが突然上がってきて、もう絶対抜かれる抜かれるって言っとったら本当に抜かれて、そうそうそうっていう感じ、もうあれよあれよという間に1,200〜1,300万まで行ってみたいな、登録者がね、すごいね、すごいっすよねえ、でも別にそのめっちゃおもろい、でもそれもねめっちゃおもろいとは思わないんですよね、うん、うん、だけどやっぱりその言葉なしで伝わる、うん、本当に TikTok 系ですよね、うん、TikTok の音源を自分で歌いながらふざけるみたいな、そんな感じですよ本当に、うん、が多いんかな、まあそんないっぱい見たことないんであれですけど、うんうん、いやマジでおもろい、だけど何がね当たるかわかんないんでね、うん、本当にみんなも頑張ろう一緒に。わかんない。すみません、ちょっとよくわからない状態です、うん。皆さんからどう見えてますか？うん、なんかまだ5万人登録ぐらいの感じの人たちに見ててほしい。そうですね。日本での立ち位置は別に上がってないですもんね。うん、全然ね、なんか別にね。うん、そうね。だけど10万人に対して再生数あれに3万しかいってなくねみたいになるのはちょっと寂しいよね。うん、5万登録で2、3万再生はうんうんって感じだよね。別にね、うん。半分ぐらいいっときゃまあっていう。なんかちょっとプレッシャーそうっすねプレッシャーだね、まあ楽しい動画をね作ろう、コメントいっぱい待ってます、お願いします、はい、登録はもうしなくていいですいや増えた方がいいだって10万いくんだから、あ10万いかせてください、うん、レモンチャンネルのハームちゃんと原田マンでした、次の動画でお会いしましょう、バイバイ。